KDDI has announced the Infobar A01, its first smartphone under the EDA brand, as a 2011 summer model. まずこの携帯電話そのもののデザインはですね、プロダクトデザイナーの深澤直人さんにデザインしていただきました。初代インフォバーとインフォバー2と、今までインフォバーシリーズをすべてデザインしていただいている形になっております。で、今回特徴としましては、通常スマートフォンですと、全画面が液晶パネルという形が多いんですが、インフォバーの特徴でありますこうタイル機能ですね、こちらの方を残しまして、そこにこうマルチカラーを配色することによって、可愛らしいデザインになったかなと思います。The A01 runs the Android 2.3 OS and features a 3.7-inch QHD 960x540 pixel display. The camera has an 8-megapixel CMOS sensor, and this model also supports the mobile wallet service, mobile TV, and infrared data transmission. 中のユーザーインターフェースにつきましては、ウェブデザイナーの中村優吾さんに担当していただいております。EDA のですね、ホームページについても担当していただいておりまして、合わせてこちらのユーザーインターフェースを開発していただいたという形になります。The new interface called EDA UI includes an original application that links icons and widgets continuously based on simple vertical scrolling. This design has the effect of creating a single band of information.今回ですね、インフォバーの発売に合わせまして、イタリアのステーショナリーブランドであるナーバさんとコラボレーションさせていただきました。主にスマートフォンのカバーとケースを用意していただいております。で、ナーバさんとのコラボレーション以外にもですね、端末をデザインしていただいた深澤直人さんによる革のレザーケースであったり、シリコンのジャケットであったり、そういったものも準備しております。でそれ以外にですね、巻き取り式の充電器も今回 EDA のプロジェクトで用意しておりますので、合計10種類この発売に合わせて販売を予定しております。The Infobar A01 is available in four color themes: Kuro, Nishikigoi, Haka, and Choco Mint. It will be released from July 2011 onward. Dig Info News.